ジャック・ルシアン・モノオはフランスの生物学者。フランソワ・ジャコブと共にオペロン説を提出し、これによって1965年度ノーベル生理学医学賞を受賞した。生物における調節の分子メカニズムを中心として画期的な業績を挙げ、レジオン・ドヌール勲章など数多くの賞を受けている。動物学を学んで1931年にパリ大学を卒業し、 その後、原生動物や症状場へ移転学の研究を行った。さらにアンドレルホフの指導を受けて、大腸菌の代謝調節に関する研究を行った。第二次世界大戦中には、レジスタンス運動に参加した。1959年パリ大学に招聘され、1967年にコレージュドフランスに移り、1971年には、 パスツール研究所所長に任命された。戦後も大腸菌の研究を継続し、これによって1950年代から60年代にかけ、メッセンジャー r n a を介した遺伝情報の発言やフィードバックによる遺伝子の調節を説明するオペロン説などすべての生物に共通する分子遺伝学の基礎的概念を確立した。さらに高素学の分野でも JY マン。 JP シャンジューと共にアロステリック調節モデルを提出している。科学哲学にも関心が深く、特に著書、偶然と必然では現代生物学に基づく自らの世界観を示した。宗教的、唯物論的その他多くの生命観を否定し、当時の思想界に賛否両論を巻き起こした。ありがとうございます。